こんにちは、アマチュア三段のユーキャンです。僕は初段になるまでにすごく伸び悩んで長い時間がかかりました。この経験を生かして級位者の皆さんの役に立つ情報をお伝えしたいと思います。今日の内容は、詰将棋を頑張っているのに寄せがうまくならない、こういった質問にお答えします。先日ですね、ツイッターのダイレクトメッセージでこういった質問をもらいました。詰将棋を毎日ですね頑張っているんだけれども、実戦でですね寄せがうまくいかなくて、周りの人にも指摘をされてしまったと。詰将棋では寄せはうまくならないんですかっていう質問ですね。詰将棋はですね、終盤の勉強ということでですね、やっぱり詰将棋やるとこう寄せとか上手くなっていくかなというふうに思ってですね、こういった疑問も自然だと思います。この疑問に悩む初心者の方ですねが今日の動画の対象です。で、結論から言うとですね、残念ながら詰将棋を勉強しているだけでは寄せは直接的には上手くはならないです。で、寄せをするためにはですね、必至という問題がありますので、一手必至というものをやっていきましょう。で、この内容を解説していくんですけれども、その前に一つ注意がですね、じゃあ詰将棋は意味がないのっていうふうにちょっと思っちゃったらっていうところなんですけれども、詰将棋ももちろん意味はあります。読みの訓練になるというのとですね、それから実際に王様を詰ますというスキルはもちろんつきますので、これはしっかり詰将棋は大事ですのでやっていった方がいいと思います。このあたりに関してはですね、別の動画で解説をしていますので、そもそも詰将棋をやった方がいいのかなってちょっと思っちゃった方がいたら、そちらを参考にしてください。はい、ということでですね、今日の本題なんですけれども、じゃあ詰将棋がですね、なんで、寄せに生きてこないかっていうとですね、実はちょっと性質が違います。同じ終盤なんですけどね、詰将棋っていうのは、王様を詰ますもう最後の段階ですね、こちらのトレーニングになります。ただ、寄せっていうのはですね、その一つ前の段階です。同じ終盤なんだけどちょっとだけ、違っています。寄せっていうのはですね、この王様の逃げ道をなくしていくっていう、一つ前の段階ですので、詰将棋の最後の、詰みを、王様を追い詰めていくっていうのとは、ちょっと違うっていうことでですね、似てるんだけど違うというふうに思っていただきたいと思います。はい、ということでですね、この詰将棋、じゃなくて、寄せですね、寄せをどうやったら上手くなるのっていうのは、こちらは、最初に言った必至という問題ですね。王様の逃げ道をなくしてですね、受けを利かないようにする、これが、必至問題ですので、詰将棋をねやってるけど寄せがうまくならないと悩む人って結構多分頑張り屋さんだと思うんですよね。1日例えば10台ぐらい詰将棋解いてるっていう人はですね、ぜひそのうちの1台の時間だけでいいので、必至ですね、一手必至を解いていただければと思います。それから注意なんですけれども、一手必至というとですね、ちょっと簡単なのかなっていうイメージがあると思います。ただ一手詰めっていうのと一手必至っていうのは全然、意味合いが違っていてですね、一手で必至が変わると言って、かかると言ってもですね、いろいろな変化を読まないといけなくてですね、詰将棋でいうと、5手詰めぐらいの内容とかっていうのを一手必至でも読む必要があるということはよくあります。ですので、一手必至だからだと簡単だとかね、そういうことはないですので、こちらも3手必至とかだと逆にすごく有段者向けで難しかったりもするので、一手必至をですね、ぜひ解いていただければと思います。はい、今日の内容をまとめるとですね、詰将棋では、寄せはうまくならないのかっていうことでですね、残念ながら直結はしないので、必至問題ですね、一手必至を少しだけ、練習に取り入れましょうということです。はい、今日の内容は以上ですね。ユーキャンの将棋教室では、このようにですね、級位者の皆さんの疑問や不安にお答えしていきます。この動画の内容がいいなと思ったらですね、将棋教室の生徒さんになってくれると嬉しいです。なり方は簡単で、チャンネル登録をするだけですね。いいねボタンも押してくれると嬉しいです。その他ですね、僕はツイッターでも毎日将棋に関する話題ですね、つぶやいていますので、よかったらこちらもご覧ください。今日の内容は以上です。ありがとうございました。